先手必勝、探し出してぶっ殺し。俺の名はナックルバイ、ビーストハンターだ。討伐隊候補2名に決闘を申し込む。今夜0時ちょうど、尋常に俺と立ち会え。俺は逃げも隠れもしねえ。俺も舐められたもんだな。程度と思われてるってことかよ。すごい威圧感。穴から全力で行くぜ。この苦行を成し遂げた瞬間、その自信はこいつらを飛躍的に成長させるだろう。だがこいつらの修行達成はすなわち俺の敗北。それだけは絶対承知できねえ。重い。体の内側までしびれる感じだ。肩慣らしに 4,5 発撃ったら本気でやるぜ。気ぃつけた方がいいぞ、こら。俺は尻上がりだからな。後ろだ、こら。まだまだ経験が足りねえ。オーラの動きで全部分かっちまう。それを逆手に取って少しフェイントを入れて打撃ポイントをずらせば、愛してしまいだ。うりゃ。感じるんだ。それにしても、なんだ。力が溢れてくる。貸したんだよ、お前に。俺のオーラをな。オーラを貸した。ちなみに利息は問1、10秒で1割。早く返さねえと飛ぶぜ。時間です。利息がつきます。能力名は箱割れ。
そいつはマスコットのポットクリンだ。ポットクリンへの攻撃は時間の無駄だぜ。おめえの周りで利息の増加を告げるだけ。無害ゆえに無敵。ふん、ちょっと目障りだがな。時間です。利息がつきます。まただ。全然痛くないし、逆に力がみなぎる。時間です。利息がつきます。一気に倍近く。今さらに貸したからな。180オーラほどよ。戦闘開始からすでに数分経過。2000くらいはもう消費済み。見ろよ。でかっ。いや、それよりさっきの3倍。絶対間違ってるよ。さっきから2、3分しか経ってないのに。正確には120秒。これが雪だるま式に借金が増えるってやつだ。借金は着々と増えていく。仮におめえが黙って立ってるだけでも260秒後、つまり4分20秒後には飛ぶ。飛んだらどうなるの？ポットクリンが鳥立てに変身。30日間破産者につきまとう。その間は完全に絶状態。つまり念能力は全く使えない。後悔しても遅いぞ。こら、150ってとこだな今のパンチ。150ほど返してもらったが、俺もまた180ほど貸した。差し引きで30増えたぜ。どうするよ、おい。そうだ、来い、こら。黙ってても4分しねえで飛ぶんだからな。手数はおめえの勝ち。だが差し引きでいや100くらいしか返済してねえぞ。時間です。利息がつきます。焼け石に水だな、おい。利息の半分も返せてねえぞ、こら。そら来た。一発で十分。どこが。全然痛くねえ。不意をつかれたのは認めるけど、ダメージなんてほとんどないぜ。なんだこれ。さあ、なんだろうな。ぶっ殺す。エンドですよ。けどあれってお前から離れすぎたら効果がないんだろ。利息のカウントは止まりますが、消えはしないっす。俺が接近すればまた時計は動き出しますし。名残惜しいが、約束の30日が今切れちまった。それじゃあ俺様は消えるとするぜ。じゃあまたな。バッハハイ。さあ、これで元通り念は使えるぜ。メレオロン、能力の件だが。わかってる。息継ぎの10秒前に肩をタップだろ。そして再び息を止めると同時に一回肩を叩く。限界まで我慢しなくていいからな。むしろ余裕を持って息継ぎに専念してくれ。神の共犯者が発動しない間は安心して俺に任せてりゃいい。
そこで彼らが目にしたのは、計画時には誰しもがそこにいるとは考えもしなかったユピーの姿だった。なんだ見えなかったぞ。飛び道具、近くからか。箱割れ発動。神の共犯者と箱割れのコンボが可能であることは無論事前に検証を終えている。神の共犯者の発動中にユピーがポッドクリーンを認識する術はない。その背後に間一髪2階に逃れたナックルとメレオロン、術は残されていなかったが、ナックルは呼ばれなくとも分かっていた。箱割れ、地平線までぶっ飛ばす気合で殴ってんのに、合計で590、くっ、10秒がとはくれえ長え。箱割れは追加分のダメージも能力発動時の時間経過に沿って利息が加算されていく。見失った。ナックルの暴走を止めたのは、うわ、メレオロンの1回目のタップ。マジかよ、まだ10秒ちょっとだぞ。でも、もしかして助かった？それは決してナックルを思ってのことではなく、メレオロンも限界だったからだ。しまった。あれれ、ほんの少し爪の先がかすっただけなのに、利息と俺の全力一発分のダメージ返されちまった。神の共犯者解除。なんだこいつは。やることがある。護衛軍はユピー一人じゃねえ。自分だけじゃなく仲間も透明にできる奴がいて、俺が突き刺す直前にグラサンを助けようとしたってことだ。ナックル、ナックル、逆効果だった。バカな、これってもうない。ユピーを倒す術が。ナックルが自ら思う最高の長所は逃げ足であった。最高速度を維持し走り続ける持久力はチーターのそれをはるか凌駕する。いける、このタイミングなら確実に一発、いや二発。奴の顔面に渾身の拳をぶち込んで爆発前に回避できる。くらえ豚野郎、まずはシュートの分、次もシュートの分だ。膨らんでなきゃてめえなんだ、何発でも。
もう無理。やっべー、俺完全に死にかけた。花畑見えた。まずはシュートを病院に連れて行かねえと。シャー、8発入れてやった。